この動画は変革シリーズとは異なる新しいシリーズ、丸々日後に2桁順位を達成するまで1日目の動画になります。ポケモンホームが解禁されて自分の相棒ポケモンであるアグノムが7月より解禁になります。旧世代のポケモンが未だに理解できてない自分にとって、アグノムが振り向いてくれるかは今の自分だととても不安なので、プレイヤー的にも最強になっておく必要があると思いスタートしました。ちなみに僕の旧世代における最高レートはどうやらシーズン2の1955みたいです。使っていくパーティーはこんな感じ。1日目なんで細かく紹介しようかと思ったんですけど、どちらかといえば僕が珍しく真剣にランクバトルに向き合っている姿をたくさん見てほしいので、基本的には1動画4試合テンポよく見れるように編集して出荷していきます。毎日投稿です。よろしくお願いします。さて、ひとまずスーパーボール級からやっていきます。ポテイトーさんお願いします。真面目にね、めちゃくちゃ久しぶりにポケモンするんですけど、まあ、この今のはーってなってる感じの、なんだろう、熱量の少なさを、15日後、しっかり回復できてるか見ものですね。基本的にパオジアン前に出しつつな動きにするんですけど、パオジアンを前に出す上で、弊害になってくるのが、アーマーガーかな。で、おそらく相手がパオジアンに対して引ける駒が、アーマーガーぐらいなので、サフ5何回でも繰り出しできるような気はしますね。うん。パオジアンサーフ号ベースで行きたいですね。まあ、この構築、パオジアン前か海流前かどっちかにしてるんですけど、これは海流前にしたところで、まあ、ガブだったり、羽ばたく神、まあ、どの道、アーマーガーに対しては弱めなので、パオジアンサーフ号ベースかな、一旦。で、こっからどうするかですね。一番下のお相撲さんはどの選出をしても結局重たくなるので、ゴムに戦えそうなのはハッサムかなと思ったけど、打点がないな。まあ、羽ばたく神のケアしとくべきかな。毒画か。出し負けな部類ではあるが、パオジアン自体は、助けがあるので、この対面別に不利ではないですね。引いた方が後手に回る選出をしてるので、これはカタストロフィーからいきます。カタストロフィーの偉いところは、同化に打点がなくても半分、スカウだな。ただ火力は低いな。オッケーオッケー。スカフバラしてくれたんでかい。で、こっからアーマーガーであれば、動かし方としてはいいかな。これ、冬中、あ、そうですね。オッケーオッケー。これ当てて、サーフ号に引く動きができると強いかな。オッケーオッケーオッケー。これで半分ぐらい削る。場合によっちゃお盆までいかないが奇数ですね。アーマーが HP に振り切ると207か。違う、205か。お盆かどうかはまだわからないな。パオジャンでつらら落としを打ちに行ってもいいんですけど、まあ、毒牙についてはフェーニバルでも縛れるか、ここをパオジャンで突っ張って、ひるんだ場合そのまま無償突破できる。サーフ号に引いてトンボ返り打たれる場合、ゴツゴツメットを当てた後、毒牙が出てきて結局有利対面を作られることに変わりないから、ここは上振れ機体を打っていい気がするな、つらら落とし。で、仕留めきれなかった場合はフェーニバルにつなぎましょう。いいダメージですね。お盆か。そうそう、お盆かどうかを見極めたかったから、半分回復しきれないぐらいか。オッケーオッケー。よし。耐えましたね。強いな。そんで、こっからアーマーガをウェイニバルで餌にできるかなと思ったんですけど、てか、アイアンヘッドやったらサフ5引きが一番強かったな。まあまあいいでしょう。ワンチャン届くか？ただ、この体力のアーマーガを残すかっていう、残してきましたね。ってことは、毒画で一回受けてくるのかな。ただ、毒画はつらら落とし封じで、落ちそうだけど、動かし方的に不意打ちを切ってるからな。当ててほしい。OK。4割はいくんじゃないかな。いきますよね。これ多分不意打ち圏内。つらら落としてこんだけ入ってるってことは、普通倍入ってるから、これ不意打ち圏内だな。打ちます。OK。入ってますよね。よしよしよし。今のところ順調。パオジャンの動かし方、しっかり体が覚えてる。出ます。アーマーが出てきても、ワンチャン届いてるんだよな。アーマーガーか。どうしようかな、これ、つらろとして突破できそうな雰囲気めっちゃあるんですけど、HB 半分ぐらいからお盆までいったから、ワンチャン届くんだけどな。羽ばたく神に不意打ちを打てるところまで考えると、残すべきか？サゴに引きます。まあ、当てるならこれアドバンテージ握れそうなんですけどね。トンボ返りしてくるかな。まあ、仲良く優先してきそうですけどね。サゴ着地。おっと。追い風珍しい。これなんやろね。わからないな。基本的に打点はないと思うので、ここは匠ます。追い風アーマーガーか。そして、先手羽休め。アイアンヘッド羽休め、追い風あと1か。普通に考えたら、トンボ帰りかなと思いますけどね。追い風が珍しいな。これ、向こうが先手になるけど、シャドーボール打ちましょう。シャドーボール一貫性あるよね。チオンデンだった場合は、ベーニバルが通っている。ここシャドーボール打ちましょう。大丈夫、問題ない。ゴツゴツメットもあるから、かなり分のいい勝負ができてる。ヒルンダとしても問題ないかな。最後に受け出しが効かないようにも見えますよね。お、耐えてきましたか。自主退場してくる可能性があるから、これは再生放ちましょう。追い風のターンが無駄になっちゃうからね。オッケー。これ、ゴツゴツメットで、アーマーが処理して自己再生で HP が満タンになれれば、プレイとしては綺麗かな。さあ、ひるまずに動いてほしい。素晴らしい。オッケー。二段ジャンプね。ガブリアスが来た場合、サフ5にテラス切って、赤まで削って、サーフ号の不意打ち、パオジャンの不意打ち、ウェーニマルのアクアジェットで縛りに行ってもいいかな。終わったか、見て。オッケー。裏面何があるかな。ここシャドーボールしか飛んでこないんで、いやー、これも、パオジャン、サーフ号のテラスタルサイコショック、ウェーニマルのアクアジェット、サイコパオジャンの不意打ちで縛れると思うな。ここシャドーボールしか打てないからね。で、裏面るパターンがノーバルテラスタルなんで、ここから飛行テラス切ってショック打つのが強いに違うかな。さあ、飛行テラスを切っていきました。メガネシャドウでもまだ耐えます。シャドウボール、飛んだ場合は風打ちで縛れるんでメガネっぽいな。オッケーオッケーオッケー。ワンチャン届くんじゃないか。あー、素晴らしいね。大変ありがとうございました。火力的にメガネだったっぽいんで、パオジャンで風打ち重ねてウェーニバルのアクアジェットで勝ちやったかな。オッケーオッケー。初戦まあまあブランコを感じさせない勝利だったかな。なんかね、実況プレイを最近撮りながら思うんですけど、対戦で見つかりましたね。防音室買おうかなって最近思い始めてる。治安悪すぎてさ、バイクとかもビュンビュン通るんですよ。まあ、その話いいですね。左さんお願いします。攻め気質なポケモンが、まあ、ロトムとかビーフリ、まあ、ニーフィアもクッションあくびとかがあるけど、タスキ誰が持つんだろうな。まあ、ルカリオが持ってそうな気はするが、グレーアルマはあんまり持たないですよね。ソーブレイザーめちゃくちゃ持つイメージがあるけど、そうだな、パオジャンから入るので問題なさそうかな。まあ、基本的にこの構築パオジャンから投げるようにしてるんですけど、で、ロトムに対してもこれ、カタストロフィー、聖剣の動きでかなり俯瞰は取れるから、で、ガブ対面も基本的にカタストロフィーから入りたいね。鋼テラスと初手から切る人結構いるから。パオジャン出します。バンジはルカリオにほぼ勝てないから、まあ、これソーブレイズとかロトムに対して五分勝負ができるんで、バンギ投げてもいいんですけど、ちょっと微妙かな。ラット1、ロトムに強く選出したいところ。ウェーニバルか、ハッサンはロトムに弱すぎるからいらないな。サフンコはルカリオに対して強い、ニーフェに対してアクビに対して一貫切れると。これ、さっきと同じ選出やね。基本選出で。海竜と当たる場合は番号出すんですけど、これは出せないな。お願いします。いや、割と、なまってない気がする。結構ちゃんと考えれてるけど、対戦数めっちゃ稼いだ時と、稼いでない時、見せ合い画面での見え方が全然違うんだよね。ちなみに今見えてないタイミングなんで、これが100戦後どうなってるか見もの、ガブリアス。これカタストロフィー一択で打ちます。基本ガブはね、つらら落とし打ってってもいいんやけど、ロトムに引かれる可能性考えて、これはカタストロフィースタートかな。まあ、つらら落としてもカタストロフィーとどっちも外れるんでね、どうせ。あ、通ったか。何打つんだろう。オッケーオッケー。ステローってくる。激輪、オッケー。これガブ、ちょっと倒してしまいますが、激輪が珍しいな。火力的に鉢巻きでもないから、これは処理させてもらいましょうか。当ててね。オッケー。これ、タスキ激輪だったりするのかな。オッケーオッケーオッケー。ガブはね、サフ5で倒しにくかったから、パオジャンでしっかり処理できたんでかいな。結構ここ、鋼テラスタル切ってくる人も多いんですけど、これはいい対面処理ですね。さてと、まだこっちテラスタル隠せてますからね。まあ、先生技持ってるポケモンが後続に過ぎてるから、まあ、ルカリオとかもそうかな。ルカリオ、マスカーニャ、マスカに来ましたね。基本的にこれ、対面的にこっちの方が不利だが、じゃあ、こっちの方が有利やけど、不意打ちを重ねてくるかな。打ち得っぽいな、不意打ち。打ちましょう。通る。通るってこれ殴ってる。ワンチャン不意打ち打ってる。トンボか。偉いな。ただここトンボ打てるってことは、スカーフ感ちょっとありますね。スカーフな気がする。裏のポケモンを見てからこっちは後出しできるから、サーフ号が構成的にマスカーニャに繰り出しされてしまうのがちょっときついな。これはルカリオに悲劇で葬られるパターンあるかな。ウェーニバルを出しておけば、マスカーニャが来た時にトリックフラワーを誘導してサーフ号に引く動きができるから、これはウェーニバルからですね。サーフ号から出して、シャドウブーってマスカーニャに引かれると今度引けなくなるんで、こっち。ウェーニバルから行きます。で、ルカリオからウェーニバルに通る打点はほぼないと見切って動きましょう。助け誰が持ってんやろ、結局。この子は、陽気最速なので、ルカリオが意地っぱりだと抜けるな。アクアステップいきましょう。場合によっては、テラスサーフ号で両方とも持っていける構成かな。ここね、弱いパターンというか、やばいパターンが、ルカリオが電気テラスタルとか格闘テラスタルでウェーニバルをぶっ飛ばしに来るパターンかな。せめてタスキだけでも、倒してしまえば、違う。タスキだけでも、割り出せればでかい。こんなもん。こっち上でしたね。タスキか？タスキか。ってことは、意地っぱりのリーチが長いやつか。ビルドアップの方が強かった感ありますね。カウンターか！うわ！マジか。これはきつい。カウンターか。いやー、ちょっとごめんなさい。考慮してませんでした。久しぶりに見たな、ルカリオのカウンター。これは、自己再生ですね。自信があるかどうかにもよるんですけど、触ってくる場合はゴツゴツメというルカリオを自主退場させれるので、これは再生で。ね、マスカーニャ次第か。飛行テラス切るな。こっちの方が早いのか？マジか。こっちの方が早いんか。マジか、そんなに遅いんか、このルカリオ。いやー、これやられた。ルカリオから上からサーフ号を叩いてもらって、ゴツゴツメトで落として自己再生やって、HP 管理した状態でマスカーニャと打ち合う気やったんですけど、これは困ったな。で、ここ相手が何選ぶかだな。ここは飛行テラスを切ります。で、自己再生ですね。トリックフラワー打たれたところで飛行なので問題ない。いかが？ OK。どんなもん ?135。OK、これは受かりますね。よしよしよし。持ち物がここで消えるので、これは受かる。自己再生。受かりますね。あと1回自己再生入れて、シャドーボール2発かな。これ悪巧みシャドーボールでもいいんですけど、悪巧みシャドーボール打たない理由があって、悪巧みシャドーボールやと、悪巧みシャドーボールとシャドーボール2回って、ダメージ的には一緒なんですけど、悪巧みシャドーボールは思考回数が1回に対して、シャドーボール2回打つと思考回数は2回で、どっちか急所当たった場合、2回打った方がダメージの伸びがいいんで、これはシャドーボールですね。ただ、マスカーにHP だと、シャドーボール2回圏内だと思ってるので、168。ここから急所当たっても耐えますね。ボール。耐えるような、2発圏内ですね。これは耐えるか耐えないかだけなので、シャドーボール打ちます。OKOKOK。さあ、対戦ありがとうございました。かなり攻め、気質なパーティーでしたけど、問題なかったですね。2戦連続、飛行テラスサーフ号が大活躍。対戦ありがとうございました。スカーフと考えると、マスカーニャ、テラス何だったんでしょうね。対戦ありがとうございました。で、すごいパーティーやな。アーマーがだっけめちゃくちゃ浮いてますけど、上はパラドックス界でも高種毒値の2匹で、真ん中が高速で、毒がでアーマーがか。まずウェーニバルは出さないと決めている。水テラスタルなんで、水テラス神秘の雫アクアジェットで、羽ばたく髪かなり削れるんですけど、包みとかいうポケモンは縛れないし、アクアステップで S を上げたとしてもビーストブーストとかで、たまにね、未だにこのブーストエナジーのことを、ウルトラビーストの特性みたいな感じで話してまうんやけどさ、これはそうだな。まんべんなく通りなパオジアンで、だいたいパオジアン出せるんだよな、この構築。サフゴと、サフゴ以外にアーマーがかなり有利やから、これサフゴ腐らないと思いますね。で、この性質で重たくなるのが、多分アーマーがか。微妙やけどこれ出さざるを得ない気がするな。鼓めっちゃ重たいですね。もともと重たいんですけど、この構築。頑張りますか。お願いします。武人か。マスターボール国、漆黒の騎士。対面上こっちが有利でもなく、向こうも有利かな。答えは同じぐらいですね。サフ5に引いてもいいが、サフ5は間違いなくアーマーガーに必要。突っ張り安定かな。で、つらら落とし打って、鍵打ちのタイムでサフ5引きが綺麗な気がするな。つらら落とし打ちます。アーマーガーに引いてきた場合、パオジャンのタスキを維持したいので、サフ5に引きましょう。つらら落としプラス、ゴツゴツメットサフ5に引くことで、多分 HP 半分ぐらいは削れると思う。登録当てるスララ落とし強いね。いいダメージ OK。インファー。これ、冬打ち届くな。さあ、ムーンフォースから入ってこないのは珍しい気がするが、これ、冬打ち圏内ですね。引いてくる可能性があるとしたら、包みか。これ、裏目らないって多分、サフ5引きなんですけど、鍵打ちまで考えたらね、冬打ちに合わせてアンコール包みに引かれた場合のことを考えると引き先がいなくなるから、まあ、最後に引くのが偉いかな。包みに引いてきたら、ここは冬打ちを打ちます。通らない。なるほど。了解。ってことは、あんこのやつか。これ、最後に打点ないっすね。いきます。道連れあんこインファート1か。これはサフ5に打点なかった認識でいる。久しぶりに見たな。パラドックスポケモンが解禁された時、とりあえずこの子道連れアンコールが強いって印象やったけど、めちゃくちゃ器用ですからね、武人は。引いた。不意打ちに合わせてアンコール包みはある。漫画がオッケー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 。悪くない。これでかいな。なんなら。シャドウボで先削っておけば、アーマーがトンボ返り打ってきた場合に、HP 半分削れた状態にできて、パオちゃんのつら落とし2回落とせる可能性があるけど、これシャドウボール正解っすね。悪巧みして引かれても弱いから、多分、認識4割ぐらいは入る。そんなもんやね。で、シャドウボプラス、トンボ返りのゴツゴツメとダメージで HP が半分ぐらい。これでつら落とし2発受からないぐらいかな。OK ってなると、これ、お盆発動しなかったんで、アーマーが。おそらく、5つ目かな。ってなると、つららつららとどうしてもそうですね、あいつは。まあ、どうやって対面作るかですけど。これ、サーフ5重たいんじゃないかな。重たい気がするぞ。友帰りもほぼ食らってないみたいなもんなんで。無人 OK。この形で削れたんでかいな。ただ、ここ無人引きか。道連れが怖いので、まず自己再生しましょう。サーフ号はアンコール効かないので、これは再生で。叩きか。いい技コースやな。オッケーオッケー。まあ。ゴツゴツメットでここまで落とす。いい技構成ですね。自己再生して。これで、叩きはギリ受かるかな。受かりそうな気がする。ただ、ここ殴れてしまうから、これは再生。道連れ見てから動かしたい。叩き、こんなもん。オッケーオッケー。まあ、ほぼ受かるかな。時は進まないって感じだけど、これ神秘の雫持ってる、ウェイニバルは大事に使いたいから、これはもう一回再生。乱数見ようか。48 だったよな。いや、ぶっちゃけ武人ゴツゴツメット圏内やと思っとったな。オッケーオッケー。これでかいね。黄金の体ガチで強いからな。で、ここね、もう一個読みたいターンで、137から48ってことは90ぐらいか。まだ2体効かないな。ここ人によっては道連れしてくる。ここ HP マックスなったからさ。叩き打ってきた場合、137から48までいくから、90やんね。90やから受からない。これもう一回再生ですね。PP もったいないですけど。ここ道連れ打てるターンを送るね。で、このターンは相手が絶対先制になるから、ここはシャドウボでいいね。インファ、はたき、あんこ、道連れやから、ここ絶対こっちが遅いからシャドウボ打ちます。HP はまだ確保できた状態で、武人を突破できそうかな。OK。道連れって、絶対2連で決められなくなりましたよね。確率じゃなかった気がする、ここ。確かこれ2連続は絶対失敗する仕様に変わりましたよね。いつからか分かりませんけど、まあ重めやったら無人突破。ムーンほなかったのがちょっと畑持ってたからちょっときつかったな。神か。ちなみにこれメガネシャドボじゃなかったらサーフ号耐えそうですね。ただこれね、サーフ号残しとかなあかんくて、飛行テラス切ってシャドーボール打てばアクアジェット圏内に入る気がするな。ウェーニバルでの集中でもいけそうだから、これは、サーフ号にテラスを切り、シャドーボール打ちます。さあ、サーフ号、テラスから切って、オッケー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 。軽く見ましょうか。わからん。なんとも言えん。オッケーオッケーオッケー。これアクアジェット圏内入りましたね。サフ5残しておけば、アーマー外何回でも繰り出しが来てくるから、これパオジアン捨ててウェーニバル着地かな。パオジアン引きます。さあ、パオジアン着地。ここでね、生きてくるのがね、さっき僕がアーマーガをシャドウボールプラストンボ返りゴツゴツベッドあって削ってるでしょ。これによって、空いたウェーニバル受からなくなってる。オッケーオッケー。これは綺麗に立ち回れてるぞ。ここで着地ウェーニバルですね。本当は水テラスアクアジェット打てればよかったんですけど、真空の静かアクアジェットも花井の火力で羽ばたく神ぐらいやったらあれは入ってるな。問題はアクアジェットインファイトでアーマーガを持っていけるかやけど、そのために削ったから、アクジェでいいね。これ相手目線。あー、ちゃんと引いてくるか。アクアジェット見えてるか。オッケーオッケー、いいでしょう。問題ない。このために俺アーマーガ削ったから。アクアジェット、大丈夫か大丈夫かインファイト打つけどさ、威力120。神秘の雫補正がかかったとしてもインファイトの方が上やからね。シュッさあ、削った旨みが出ましたね、オッケー。で、これで A1 なんかアップするので、羽ばたく紙にアクアジェットでオッケーですね。草やったら落ちるかな羽ばたく紙で、草テラスとかあるかな草テラスってもう持ってけそうですけどね、自信過剰で1段階アップ、神秘の雫アクアジェットやから、オッケーオッケー。これアーマーが初手で削ったのが生きてる。初手であんだけ削るごとにかなり旨味があるからさ、オッケー、これアクアジェット押しミスだけかな。羽ばたく神もほぼフェアリー一択みたいな感じがするな。大変ありがとうございました。オッケーオッケー、きれいきれい。オッケー。大変ありがとうございました。まあ良かったんじゃないですか。これはサフ5でアーマーが削った意味が生きた試合な気がしますね。ジュンさん対戦ありがとうございました。いいぞ、順調ですね。さあ、マスターチャレンジというやつですか。マスターボールチャレンジってやつかな。ちょっとレントラーが珍しいけど、あの子威嚇があるからサイクル回すのに結構強いんだよね。これね、海竜がいるんでバンギ出します。ようやく披露できそうかな。これはパオジャンバンギの選出でいきます。この公式における基本選出ですね。で、この選出をしても結構ディンル重い。そうだな、トイチ。ハッサムにすると、まあ、海流の方によるんですけど、サーフ号がいる時点で、ハッサムって僕の公式あんま出せないんで、ハッサムはなしやね。神速で縛りに行ける海流が強えかな。ただ、ディンヌに何もできないですけど、この海流って。まあ、サーフ号選んだも一緒やねんけどさ。サーフ号、海流、ウェーニバルで行くと、ウェーニバルの方が遠いはいい気がするけど、ウェーニバルは、包みに、勝てないかな。海流かサーフ号ですね。海流っぽいなぁ。海流な気がするなぁ。うん、これ海流ですね。一応サーフ号に対しては貯金があるので、後投げは効くからね。パオジャンバンギ海流かな。よろしくお願いします。パオジャン。ハイパーボールには負けてられへんな。はい、それよろしくお願いします。これちなみにもうテラスタル切った方がいいかもしれん。陽気やね。引く理由はない。これね、初手からゴーストテラス切ります。この構築の汎用的な動かし方ね、これ。5テラ切って、聖剣で。まずは、華麗にタスキまで削らせてもらおうかな。OK。さあ、聖剣を華麗にかわし、一応この構築のパオジャンルート、これですからね。あ、落ちたかオッケーオッケー。タスキで耐えられたら、冬地下つぶてに合わせてバンギ投げて綺麗に処理して、パオジャンのタスキ残そうと思ったけど、これはマジで変われないって。パオジャンがタスキじゃないってことは、どうなってくるんだろう。威嚇か。オッケーオッケー。どうかなこれパオジャンね、この体力残すだけでも神速に縛られないんでね、これ雑にね、カタストロフィーで削った方がいいかな。ボルトチェンジしてくる可能性もあるから、レントラス早めに削ろう。威嚇関係ない。オッケーオッケーオッケー。つぶらな瞳は優先度プラス1で引く技じゃなかった。じゃあ優先度プラス1で下げるだけか。まあ関係ないですけどね。オッケー。さあ、これ、カタストロフィーの強いとこ出てる。ここで番切りに引きます。この削りが強い。で、パオジャンこれタスキ維持できたんで、ここ何打つかな？打点ワンじゃないかもね、ゴーストテラスパオジャンに。バカ力とか持ってる場合打点になりますけど。オッケーオッケーオッケー。よし、すごくいいタイミングで引けたと思う。これ完璧にサポートやから、バカ力は持ってない気がするな。で、多分ね、僕の構築に出てきやすいの、海流だと思うから、ステルスロックをここで巻くよりかは、先に岩石フュージャーね、レントラ削った方がいいわ。レントラと後続の海流意識で、完璧に補助やね。あ、これワンチャン砂込みで届くかも。あ、耐久振ってるな。じゃあこれステルスロック負ける余裕があるね。レントラ残すかな。これステルスロック打ちます。オッケーオッケーオッケー。完璧に起点作戦やな。海流来た場合どうしようかな。これしばらく多分つぶらな瞳打ってくると思うんで、ステルスロック打ちつつ、砂で落としたいね。できたら。カエルに引いてもな、カエル残すべきですね。落としましょうか。わざ隠します。あ、ボルチェン引いてきてくれた。オッケーオッケー。ボルチェン光の壁つぶらな瞳アット1。レンジャーか。多分ね、海流。あ、ですよね。オッケーオッケーオッケー。僕の構築結構出てくる。これ動いてほしい。ステルスロックも入る。さあ、バンギさん。あー。悲しいね。まあそういうところあると思うわ。ステルスロックは入った、砂がラスト、これカエルに引きます。ワンチャンアンコール。バンジちなみにこの HP 残せば、リュウマイ1回自身また耐えるから、これはカエル引き。で、リュウマイしてきたらここマルチスケール残るから、カエル引きで OK。オッケーオッケーオッケー。出たな。こっからっすね。カエルのテラスを見極めたいとこやねんけど、さあ、手たぐり打つのが一番強い。フェアリーだったら、いやでも、リュウマイ、フェアリーテラスあんま見たことないな。激に打ちます。羽か。これね、確か受からんはず。あー、ゴツメリュウマイとかだったらちょっと鬱陶しいかな。激に打って、こんなもん。青とき羽受かってないね。あ、ゴツメかやけど、ゴツメで激には見たことない。からこのまま行きましょう。ワンチャンテラス切るかな、オッケー。ゴツメリュウマイか、ちょっと鬱陶しい方ですね。テラバ飛行か？あー、これしかもテラス飛行切ってくれてありがたいな。羽かな？落ちて。受かってるんかなそれ。マルチスケール、ここ、発動しませんからね。受かってなさそうですね。これ、もう一回続いてもいいぞ、海流。あー、オッケーオッケー、偉いな、これ。羽。相手目線、この海流がどう見えてるんやろ。よし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 。これここ動けるんやったら新速でええな。ぶっちゃけ。新速でいい、ここ。これ、動けは勝ちなんで、新速打ちます。まあ、ちなみにピヨっても問題ない。あ、オッケー、シュン。大佐ありがとうございました。オッケーオッケー。まあ、立ち回り的に問題なかったんじゃないですか？一番でかかったのはパオちゃんのところかな。さあ、ひとまず4連勝と、マスターボールにスススッと行きました。多分ね、2、3週間ぐらい、真面目に対戦してなかったんですけど、ブランクはないね。落ちたかな？落ちましたね。オッケーオッケーオッケー。バンギラスのステルスロック様々、対戦ありがとうございました。オッケー。ただ4戦ってちょっと中途半端やから、もう1戦やろうかな。初日やからね。ほんまは10戦やりたいんですけど、とりあえずマスターボールに行ってるかどうか見ていいですか？このタイミングでマスター乗せたら何位ぐらいなんかな？多分、俺の予想言って18000位。あ、そんなに、そんなにやった。10901位から始まる最終2桁順位の道、頑張ります。